ちらも出発できます。今日はバディヘアの幹部3人でモンハン部を作成し、西夜の美容師の営業終わりにモンハンをしようかなっていう感じです。こんな緩い感じですかね。これ名前はポルナレフさんとコウタさんでいいですか、今日は。あ、はい、ポルナレフマジで慣れてありますけど。なんで俺初めに自分の名前にしてんだろう、めちゃめちゃ思って。次でかちょっと変えますか、名前。プラモさん行きますこれ。あ、行った。あれ、これ上位ですか？ん？これ上位のやつですか？上位。なるほど。最近はやってるかみとかな。いざ、ババッとやるぜ。出発です。はやっ！あ、いいですよ。どこだ？こっちか。一番奥だね。一番奥ですね。あれ？村松さんは？村松さんが。ごめん、ちょっとさ、はい、今、全然久しぶりにやるからさ、ボタンの確認してんの。はい、あ、今、あれやってるんですね。そのシーン撮りたかったですね。もう、もう行っちゃいますね。ちょっとポルナレスさんと一緒に行っちゃいます。サポートです。はい、行ってください。優秀な男ですね。あ、来ました。誰か入ってきましたね。ゆいちゃん。ゆいちゃん、勝手に取られてるけどいいかな。あ、コウタ、コウタ、コウタ力すぎちゃったの。はい。もう即死ですか。防具的な問題ですかね。いや、ベリオロスが強いんですよ。ミリさんめっちゃ強くあってほしいな。
もいいな。めっちゃ速いですね。一発強いの食らったら死んじゃいそう。すげえこっち来たな、コウタさんが。俺が死んだらもうダメだから。コウタさんあと2回ですね。めちゃめちゃ困る。これってチームメンバーが3人死んでも、あ、3人じゃない、3人1回ずつ死んでもダメなんですかね。いや、合計3回だったよ。合計3回ですか。合計3回だっけ。それが1回じゃなくて、じゃなくて、なんか僕らもあと2回死んだらアウトってことですよ。お、誰が総理上行く。俺が行く。俺だ。あ、怒られた。なんかでもこ Y で最後攻撃したら、あの相手に乗り移るんですよ、総流のやつが。あ、そうなの。そうなんですよ。で、相手側が総流できてるんで。でも、でも今これで乗ったんですよ。ちょっと攻撃入ったんで。乗りました、乗りました。で、なんか、ソウリュウ移さないと、デリオロスが逃げちゃうんですよ。すげえ。お、2段階どうか。これ余裕そうですね。コウタさんやばい。になった時、あれ右上に青いの出ますよ。あ、そうそうなってる。はい、捕獲のタイミングの時に青が出るって。まだ全然って感じですね。右上に青いマークが出た時にもう捕獲と、ね、もう巣に戻るタイミングみたいなやつが今回わかるんで。僕はあれ持ってきてないです。でも弾は持ってます。これ、青井さんが持ってたら。捕獲するとか。捕獲した方が、あのアイテムがいっぱいゲットできるんですよ。で、20秒ぐらいで帰還できるんで、早いんです。楽ですね。なんか残りの60秒ってなんかうざいというか。こんな尻尾取った。
尻尾取ってないですね。ウリオロスはいいかな。なんか遊び作りたいやつじゃない。出ましたね、出ましたね。これは捕獲タイミングです。葵さんが何らか入ってって今の、あ、持ってますね。あ、弾撃ちます。OK、さすが。チボ取りに行こう。一応。あ、取りに行かった。一応。どこだっけな。7の、7と5の間ぐらいなんですよ。間に合うか、20秒。あ、間に合わなかった。いい感じですね。ね。こんな感じで YouTube 配信をしております。いや、気になっ…村松さんが…村松さんって言っちゃった、コータだってコータで…コータで…コータさんの奮闘が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録をお願いします